ドラゴンたちデバフ効かないから防御力低下効かないんだね。今気づいた。ああ、今気づいた。そうなんですね。防御力減ってんだろうなと思って殴ってたわ。今気づいた。スタンプ。お。ナイス。ナイス。ね、この対象してスタンウルト最強。このね、ラプター狩るのね、ハマった場合で。気持ちよすぎる。一直線に並べてね。気持ちよすぎる、これ。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回はブラインドピックの試合です。チーム構成はトップキジバトマン、モルデカイザー、ジャングルシャーペンギン、バイで、ミッドがゲストで、イレリアで、 ADC がジャンサンでジンクス、サポートがアサヒ、ラックスです。相手が、ティーモ、セジュアニ、ラックス、ミスフォーチュン、レオナですね。早速ワードを切りに行こうと思ったらなんかいっぱいいて逃げ帰った。犠牲者は出なかったので、うん、この時はよかったよかった。しかしトップのマッチアップがだいぶ終わってるくさい。いいもか、あのドブネズミなんとかなんねえのかな。バイはね、結構ね、あれすごい簡単だった。ジャングル回るの楽しそうだな、バイ。この範囲攻撃も持ってるし、パッシブのクールダウンが上がった後にスキル使うとシールドがつくんだよね。だからほとんどね、体力減らない。それはいいな。このラプターはね、こう一発殴って後ろ引いてまとめてからこうやるらしい。そうすると突進に全員引っかかれたりとか、うん、そうで、ちっちゃいの殺して大きいの、なんか一匹ね、見えてなかったんだよね、これめっちゃ殴られてる。もう一匹いるっていうね。気づいてない。モーションがアニメと同じだ。知らないな。でもセーフティーにトップできてるじゃん。うん、もう CS は諦めてセーフティーにやった。おい、トップ下のぐらいは丁寧に食え。いやー、これね、難しいんだよな。自分の A2 発プラスタワーか3発なんでね。イレリアもバイも来た。はい、イレリアがスネを外したけど、まあ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 まいいんだよな、ボットレーン。よくはなかったんだよな。変なのめっちゃ当たってるし。どっこいどっこいじゃん。もっとね、カバーに行ってあげればよかった。変なことになる前に。トップほっときゃよかったんだよな、多分これ。どーん。どーん。壁も抜けるんだ。めっちゃシールドつくんだよね、スキルで。そう、3回殴ると防御力が、相手の防御力が減るから、でかいのも結構早く殺せる。あ、惜しいで、引き気味がいい、うん、だから今度はね、ほんとラストヒット取るところだけに集中して、ね、丁寧に丁寧に取っていけばいいと思う。隣のラックスはいいだけしとけ、叱ってよ。なんか、ね、これは殺意が高かった。絶対戦いに行かないから、ジンクス追いつけないでしょ。追いつけない、フロントラインがいないと。あ、こうなって、これめっちゃ食らった。あー、痛い。ジンクスばっか狙われちゃってこうなっちゃうんだよな。うん、で、ラックスサポートは、そう、教育が必要そうだね。で、ここまでそんなに CS 差ないんだ。全然取れてない気がしたけど、ヘラルドやってるの見えたからドラゴンかなーって言って、うん、イレリアがね、ボットレーンカバー行ってくれたから、ここでね、レベル6になれたのがでかかった。これはナイスナイス。まあしゃあない、逃げられるのはしゃあないけど、まあ、タイミングが良かった。ドーラゴン、ドーラゴン、ドーラゴン。トップ側は2人にいじめられてる。本当だね。
そうね、誓い合ったから。マナもない。そうか。マナもスキルも、マナも体力もない、ラックスが来てもしょうがないんだよな。何もできない。一発撃って帰ってった。ドラゴンたちデバフ効かないから防御力低下効かないんだね。今気づいた。今気づいた。防御力減ってんだろうなと思って殴ってたわ。今気づいたわ。あいつらデバフ効かねえわ。ここは殴らんかい。まあ、タワータイムで死ぬ可能性があるっていうことであったの。W 好きだな。あ、シールド好きやな。結構使ってんな。俺ラックスで W なんて全然使わんのに、俺使うと。確かに。あ、あったわ、そんなんってなるのにね。モルガナのダークシールドぐらいか。ダークシールドは有能じゃないの？あれも有能だけど、攻撃されるタイミングで使われるイメージがある。そう。あ、やばいって時に使わないと意味ないから。うん、難しいよな、でも。欲しいもな。ダックス行くかなーって。スタンプ。ナイス。ナイス。この対象指定スタンウルト最強。対象指定はすごいな。絶対に相手がスタンするのはいいね。うん。発生がちょっと遅いけど、まあ別に、うん、気にならん。で、うん、ジャングル回るときに体力が減らないのはめっちゃいい。あ、でもイレリアと2人でいじめてるぞ。うん、もうちょい。あー、惜しい。あー、ギリギリをつけんかったな。うぜえな。まあ、キノコしかない。あー、キノコうぜえ。いやー、これ助けるべきはボツだったな。ブラックスが出てくるの待ってるけど。お、おフラッシュインか。おー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 、シールド分取り全然。シールドバッシュ発動するんだ、あれ発動する、便利だから、めっちゃ相性いい。あの、不滅、不滅だっけ、ルーン、不滅、うん、不滅だったはず。緑ルーン、ね、緑のね、めっちゃいい。アフターショックがウルトで確定で発生するから、集団戦ウルトから入れば硬いし。モルデカイザー登場。お、ジンクス登場。ジンクスとバイが揃った胸集まってた。これ何もできんかったんだよな、確か。その位置から前に出ちゃダメ。いいよいいよ。あー、前出るな、前出るな。もうちょっと上に。あー、惜しい。これねー、めちゃくちゃタンクの癖が悪くない。あ、ディーンも化け物イレリアに勝てんかーい。マジか、マジか。殴り合ってイレリア負けちゃうの。そんな、今の集団戦4対4だったよね。こっちの入りが遅かったけど、うん、勝てないやな、こんだけゴールド差できてたら。そうね、うん、戦っちゃダメだったんだな。でもあっこで戦わなきゃいつ戦うんだってね。そうね、3ドラ目、うん、ボンボン、ウェーブ早え、早え、バイ便利だね、ハイ結構気持ちいいよ。バッタリ、あ、バッタリだ、バッタリ。マップ見てないね、全然。マップ見てて画面見てないね。2人ともすれ違った。イレリア、ゴー。まずはあの ADC から。はい、ナイス。はい、ナイス。はい、ノックアップ。ADC だけや。イレリア様がいればなんとかなんだよな。あー、ティーモー。あ。あら、あらぶった。ゴン。出てくるタイミングは。おい、ナイス、ナイス。3-1交換。この入りは良かったんだよな。ばったりだったけど。うん。入り際含めた集団戦だったら勝てたんだよな。もっとね、あの、バイが入り際とひっついてればよかった。
なこっちで止めてあげれば殺せるからイレリアが。もっとこう勝ちパターンをこう繰り返すのがいいのかもしれない。このゲーム。まんべんなくしてもしょうがない。勝てないところは勝てないもんな。で、エラールと。これは初段戦やるしかない。これはやるしかない。イレリアからプレッシャーかけて。相手ヘラルド遅いよ。おお、一人やび一人。おお、あ、ウルト外した。あ、いや。お、二人やった。お、ナイス。ドンドンドン。おお、モルできた。いけるよ、勝てるよ。デラックスがいなかったんだよな、ここ。うん。まあでもティーモとバッタリしたら死ぬからまあしゃあないけど、まあ一人はやる。あ、ゴー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 、よし、いけるいけるいける。前に出すぎなんだよなこれ、どう考えても。ああ、おお、ギリギリ。でも一人じゃ何もできない。まあまあまあ、まあ、ご飯だけ食べて帰った気がするな。で、うん、集団戦を制したっていうことでほとんど引き分けみたいなもんだよ、ね、何もできてねえもんな集団戦後に。いや、このねラプター狩るのねハマった場合で気持ちよすぎる一直線に並べてね気持ちよすぎるこれ。お、捕まえた。おナイス。やっぱこのコンビでいるべきだった。イレリアと2人でいるべきだったっぽいな。イレリアといると勝率がめちゃくちゃ上がっとるもん、ね、1人で行くっ、でった。逃げろ逃げろ、ダメだ。捕まった。あー、かわいい。バイらしい死に方をした。とりあえず突っ込んでみる。お、でもドムネズミが死んだ。おー、あ、スタック消えちゃった。あー、これはこれはダメだまずい。痛い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 。モルデ登場。ああ、頑張れゴン。あ、モルデ頑張れ。あ、やばい、ダメです。ダメだ、終わった。これはダメです。あー三地獄。レオナエグいな。うん、レオナエグいね。上手い人が使うと上手いね。上手いってか強いね。相手がスタン地獄なんだよな。そうね、レオナでスタンして、ほんで何だっけ、レオナ、ラックス、セジュ。ああ、そう、セジュアにでもスタンする。で、キノコはうざくて。そうそうそう、キノコ一回練習してみない？キノコ、あのドブネズミオスかいよいよ今ラックスビーム。本当にどっちかわかんねえ。そう血管。あー、モル様がゴーバイゴーゴーゴー。ジンクスいい、その立ち位置いい、いけるいける。ジンクスいればいける。おー、いいぞいいぞ。セジが硬い。セジ硬いね、ほんと。まあでもモルディはちゃんと盾になれとったから。そうね、ダメージ来なかった。あ、入れるやつ。あー、いちいち。あ、その立ち位置は甘いなこのラック立ち位置が甘いな、さっきから。なんか甘えた立ち位置が多いよね甘えてるな。お、捕まえたけど。で、ここでバイは3個は欲しいね。もうちょっとファームしてもよかった。お、捕まえた。おおおおおゼロ人。あ、お声あれヒヤッとすんなマジで。これ味方もめっちゃ怖かった今。あ、死んだ。あ、スタン地獄。一度スタンに引っかかるとまたスタンスタンスタンって3連続ぐらい。イレリーが全てを殺したな。イレリアとか止まらんマップ見てないね、ここのシーンも。イレリアと
エリアが2人溶かした時点でステージ構えれたら全部やれたら一回逃げにね一回逃げちゃうとそうよね。そう、もう一回攻めようとは思わねえんだよな。とことん逃げてしまう、うん、戦闘中にマップ見るのは結構むずいんだよな。4ドラムか相手が。行くしかねえな、4ドラは。まあ行くしかないよね。でもミッドのウェーブをしとかないと、これでね、トップのウェーブも本当は押さなきゃいけなかったの。そうね。ああ、ドラゴン取られた。行くしかねえ、行けー。あ、モルデが。入るときは入るって言ってーって言う。ああ、人柱。ああ。でも人柱大事だからこのゲーム。最初の一人が入んないとね。結局何も起こらんもんな。最初の一人が全部相手のウルトを受けてあげることによって、こうイレリアが大活躍できるわけ。三人人柱がおるけどな今。頑張れ、頑張れイレリア。はい、全部回収。強い。けど、一つはミニオンがお家を、いやそうね、ミニオンにお家を焼き払われとったもんね。あー、負けた。はい、GG、最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch で生放送しているので、見に来てください。ではでは。